これダブルゼーのコツなんですけど、あのカットサーブ打ってない側の最初に前にいるポジションのコツなんですけど、最初ミドルから来た場合は今みたいにポジションを結構真ん中ら辺というか角度がやっぱつきづらいんで、今みたいなポジションを取るとあのいいと思います。たとえこう遅れてもこっち側にスペースがあるんで角度的に間に合うんですよね。で結果的にストレートに決まるっていう感じです。ミドルから。やれるかな。ラストお願いします。2球で。ただ今度外側から来ると内側に入ってくる確率とかがね、やっぱ緊張した場面とか相手が球を入れたいってなると外から中に飛んでくるので、少しちょっとポジションをね外目にして、で内側のボールもケアするという感じにあのした方がいいと思います。ちょっとやってみましょうか。ラスト1球でお願いします。 OK。
あーやる、あー刺しちゃった。あーこれむずいな。てかよほどカットサーブが甘いってことだよこれ。振り切ってますもんね。振り切ってめっちゃ短く持ってる。こういう感じでいいかな。なかなかそのボール来ない。多分こんな感じだったな。で、あ、音でもいいんじゃないですか、こっち。あの、いかに厳しいところが来たかったんですか。低いところで打ってもいいですか。あの、ワンマンさせて。あ、そういうこと。結果は一緒なんだよ。まあ、それだとはやりやすい。リアルなカットサーブ。ラストは出た。で、ラストこっち側から。すいませんこれ俺はさすがにない。